はい、特客担当です。すいません、ちょっとお伺いしたいんですけど、はい、どうぞ。東京都のこの、はい、国家戦略特区の外国人、はい、外国人美容育成事業についてです。はい。でこれって何のためにやるんですかね。これはですね、はい、よくちょっと今誤解されていて、はい、美容業界の人手不足とか、はい、安い労働力のためにっていうふうにちょっと誤解されてしまってるんですけど、はい、こちらですね、事業の目的が、はい、日本の美容室で5年間働いていただいた後に、はい、本国に帰っていただいて、はい、で日本の美容室で学んだ技術を発信してもらうっていう、そういう事業になります。え、それだけですか、目的というか。それだけです。はい。でこれって、はい、在留もですね、5年以上はもう絶対ダメっていうふうになってまして。延長はない。え、ないです。5年です、最大で。でこれはどうやってその成果を測るんですかね。母国に帰っていただいた後にですね、はい、発信していただくって今申し上げたんですけど、はい、でそれをですね、内閣府の方で、はい、管理する形になります。内閣ちゃんと発信していただいてるかっていうところ、まあ、ネットとか YouTube とかで発信。そうですね、ネット、SNS、まあ、大体やはり美容系だと、はい、SNS とかああいうところがすごくやっぱり、インスタグラムっていうやつですかね、はいはいはい、やるところの発信がすごく多いみたいなので、そこでどんどん発信していただくと、はい、で内閣府がこれを、そうですね、はい、成果としてクールジャパンの事業の一環としてこちらやってますので、はい、クールジャパンの事業の一環として日本の素晴らしい技術を学んだ人はこうやって海外で発信してくれてますよと。なるほど。でこれはあと日本の美容品の売り込みにも、はい、資するであろうと。あ、なるほど。はい。でこれってあれですかね、美容院はお金を払うんですよね、はい、その留学生、美容院はですね、留学生に対して、はい、留学生というよりはもう卒業して美容師、日本人の美容師と同じ条件で働くという形になりますので、はい、支給は支給してもらうと。ただし働く環境とか働く条件は日本人の美容師と全く同じ状況でやってもらいますと。あ、ここにプラスマイナスっていうのは一切発生しませんと。でその美容院としては国からお金がもらえるんですか。あ、ないです、一切ないです。あ、ただただじゃあ人手として。そうです、働かれる方が日本人じゃなくて外国人になると。ただこちら要件ちょっと設定されていて、はい、日本語能力が N2 っていうのをですね、求めるんですね。はいはいはい。でこちらがですね、日常会話は可能なレベルなので、はい、もう全く日本語喋れないような方とか、はい、片言の方は当然お客さんとコミュニケーションできないじゃないですか、美容室で。美容室でコミュニケーションできないとダメなので N2 っていうのも設けてるので、まあ、そういう意味では本当に日本人と同じ条件で働いてもらいますよと。それだと美容院は何をもって、まあ、どういうメリットを持ってその外国人を雇うんですかね。はい、やはりですね、この、はい、クールジャパンっていうこの制度と、それによってその、はい、例えばある美容室さんで働きました、で5年間そこで、はい、優秀な成績を収めて技術も学びましたと、はい、で本国に帰って活躍されてるっていうことは、そこのサロンのステータスの向上にもつながると。あ、その美容院のサロンの。そうです、そうです、そうです。つながりますかね。すごいに美容院が日本にあんだと。でもそうだとしてもその美容院が儲かるっていう話じゃないじゃないですか、はい、直接はないですね。間接的にそういう評判が広がってステータスが上がってってっていう形になるので、そういう意味ではこの事業ってすごくこう高い理念持ったところではないと参画できないっていう、よくなんかおっしゃられているように誤解されているような、単純に外国人雇える安く雇えるんだとか、そういうサロンの方は絶対この事業は利用できないっていう、そういう形になってます。まあ、要は給料が日本人と一緒、もうそれ最低でもいいにしなきゃいけないってところなので、っていうことですね。日報をつけるとかですね、あと労災とか雇用保険とか、ああいうのも全部ちゃんと入りなさいとか、残業代もちゃんと払いなさいとか、そういうのを全部義務付けてるので、ちゃんとやってないサロンはそもそも応募できないと。まあ、そもそも、まあ、日本人を採用した方がいいって思ってしまいますよね、普通は。まあそうですね、はい。だからそういう意味でその外国人を人手として雇うためにこのやってるんじゃないかって誤解されてますよね。そうです、ちょっとそういうですね、誤解が結構ですね、なんか今例の1500万の関係で、はいはいはい、ちょっとこちらがそういうふうに誤解されちゃってるんですけど、はい、こちら本当全然そこがですね違くて、で
昨年にですね、これパブコメやってるんですね。はい。パブリックコメントっていうのを前から。はい、あの、まあ、これ国の国家セレクト区のおっしゃるという事業なので、はい、国の方でやるにあたってあの広く意見募集したんですけど、はい、でその時にもやはりですね、ご懸念されているようにこれは安い外国人労働力を入れるためにやるんじゃないのっていうようなご意見があって、はい、それに対して国もですね、あのこれも文書でちゃんとあの内閣府のウェブサイトにも出てるんですけど、はい、あのそういうものではありませんと、安い労働力を雇うための事業ではありませんっていうのを明確に否定してるところなので。あ、じゃあ、はい、これは移民制度の拡充のためとかっていうわけじゃないんですか。そういうふうになんか結構おっしゃられてる、まあ、あのやはり名前がですね、あの聞かれると、当然、まあ、そういうふうに連鎖されるっていうのはもうそれはもう、うん、あのごもっともの話なんですけど、中身はもう本当に今おっしゃっていただいたように、そういうものじゃないと。本当に選ばれた人が使って、でしかもちゃんと書いていただいてから発信してもらうっていう、そういうための事業ですと。でもそもそも美容院にとってはメリットがないから、はい、本当にすごく日本のためを考えてっていう美容院じゃないと採用しませんよね。そうなんです、本当そうなんです。なんでこちらもですね、結局やはり業界団体さんの方がそういうこう強い、あの思い入れがあって、あの日本の美容技術を世界に発信したいと、であとはもうそういう日本の優れた美容製品とかそういうのもどんどん世界に売っていきたいという、まあ一つの突破口として、ちょっとこういうことやりたいというようなことでこの事業が始まった感じですね。メリットがないからね、美容院にとっては。直接的な、おっしゃられたように直接的なメリットはないですね。だから結局あの怪しんでるんですよ、まあ、メリットと言ったらあれなのかもしれないですけど、あの本当にちゃんと日本人と同じ条件でちゃんとやんなきゃいけないというところなので、そこはそうですね、メリットというか、まあ、なんでしょう、お金の面でプラスがマイナスがすぐ出るかというと、そういうことはないっていうことになりますね。あ、そこがだから怪しいってみんな思っちゃうんですよね。確かになんか本当にそんなことやる人いるんですかって今おっしゃってた。そう歴史の方は、ね、あると思うんですけど、我々もですね、そこはあの事前にこの美容団体で話したときに、まあ、そういうことはできないんですよってことはちゃんと理解していただいた上で、制度設計、あの国 の、 あの厚労省さんとも含めて制度設計をしているところなので、はい、だそんなにですね、多分こうものすごい何千人もこれで入るかっていうと、多分そういうものに絶対ならないのかなと。現時点でどのぐらいなんですかね。ただですね、あのこの時期始まったばっかり、10月1日スタートなんですよ。あ、今年の10月ですね。そうなんです。はい、今やっとこれをこう事業をやる管理実施機関というところが決まったばっかりのところで、はあ、今そこがですね、そういうレベルがある程度ちゃんとレベル満たしている美容師さんと、きちんとあの要件満たしているちゃんとやってるサロンさんっていうのをくっつける作業を今しているところです。この管理実施機関を募集してますよね。そうです、はい、だからであの管理実施機関も決まってまして、はい、あ、もう決まってるんですか。8月の10日に1社決まってまして、はい、結局まあ1社しかちょっと応募がなかった状態なんです。あ、はい、あ、1社しかないんですか。そうなんです。あ、でこれ結局あのなんか特別、あ、あの特定技能制度の登録支援機関と同じ役割ですか。はい、まあ、要は、まあ、そうですね、あの名前も似てるんですけど、はい、こちらはですね、あれあの特定技能多分ご存知だと思うんですけど、あの結構人を仲介するときに手数料を取ったりとか、はいはいはい、ああいうことやってるんですけど、ええ、無料なんですよ。無料でやるんで、取っちゃいけないってしてるんですよ。え、何のためにじゃあ。管理実施機関も、はい、そういう理念があるところがやっていただくというところになりますね。じゃあ無料でやるってことですか。そうです。あの求人。無料の職業紹介をこの管理実施機関は取らないといけないっていうことになってるんです。え、これどっから利益を取るんですか。取ってないんですか。あ、取れないですね、この事業からは。取ってない。はい、この事業から取れないです。何のメリットがあって応募したんですかね。もうこれはさっき の、 あのサロン様と一緒で、もう美容、先ほど の、 その業界団体さんがおっしゃったように、美容業界の、日本の美容業界の発信っていうのもそれしかないですね。ああ、はい、これは化粧品、あの化粧品会社から、そのお金を もらって。いやー、まあ、それはあの逆に言って、業界さんの中で、そういう、こう、はい、例えばあの、大きく販売があったときにどういうことがあるかって、それは業界さんの中のお話なので、われわれはそこはちょっと感知しようがないですけど、少なくともこの事業においては、そういう特定の誰とかのためにやることではありませんということで、もう国の方がそこもあの先ほどの方面の中ではっきり言ってるところですね。じゃあ、これ本当に規模としては、もう本当に100人とか
それぐらいな感じなんですか。そうですね、多分我々もですね、正直この N2 に当たってしかも成績優秀な人はどれぐらいいるかってわからないんですけど、はい、おそらく相当多分少ないんだろうなとは思ってます、はい、まあ数十人、まあね、どうなんでしょうね、ちょっとあれも本当わからないんですけど。あ、わからないんですか、まだ。あ、わかんないんですよ、あの結局やっぱりあの個人情報になっちゃうんで、なかなか我々もその学生さんが、あのどれだけ持ってるかっていうのを入手できる情報ではないので。え、これだって東京都でやる事業ですよね。はい、そうです。そういう情報入ってこないんですか、育成機関で。あの学生の個人情報はやはりそれはもう我々のみなので国の方でも取れないですね、はい、あ、個人情報っていうか、あの育成、そうです、そうです、あの、はい、その美容院に何人入ったかとか、そういうのは。あ、あのもちろんそれは結果はですね、ええ、あの我々の方に当然報告していただきます。現時点ではまだ報告、現時点は先ほど申し上げたように今やっと10月から作業始めてるので。あはははは、はい、じゃあ今育成期間、まあ、9月中には分かるのかなと思ってます、うん、はい、あ、美容院をじゃあ今募集してる段階です。そうです、そうです、はい、であとその要件満たした外国人美容師の方も、はい、ちゃんと N2 に話せますかっていうのを確認しながら、はい、美容師さんとマッチングしてるっていう状況ですね今。これはあれですよね、あの日本の美容学校を卒業した外国人留学生ってことですね、はい、ということですね。ってことはもうある程度日本語ができる方っていう、まあ、そうですね、ただあのできない方もいらっしゃるみたいですし。あ、いるんですか。あ、いるみたいですね、やはり、どうしてもやはり、まあ、不得意な部分もあるでしょうし、はい、単純にあの技術だけ学びたいっていうふうにいらっしゃる方もいるみたいなので。あ、はいはいはい、はい、な、でもこれってなんか多分今いらっしゃる方っておそらくそういう方なんだと思うんですよね、あの、そもそも、はい、あの慣れないっていうところがあるので。あ、そういう人が多いんですか。でもこれ、いやー、わかんないでもこれ、はい、免許を持ってるってことは、あの美容免許を持ってるってことは日本語で試験を受けてるんじゃないですか。そういうことになります、はい、だから、はい、だから日本語の試験突破できないとダメなので。ダメってことですね。そうです、そうです。でもこれ結局結構厳しいと思いますね、うん、厳しいですか、はい、あ、はい、でもこれでも学校出てるってことは日本語を喋れて日本語も読めるんじゃないですか。そうですね、そうしないとダメですよね、ただ結局美容学校を卒業するのと、はい、あの美容師の試験に合格するのはまた違う話じゃないですか。ああ、なるほど。これ別に資格を取ってなくてもいいってことですか。美容師の資格はいらない。美容師免許持ってないとダメです。あ、持ってないとダメ。ダメです、ダメです。試験受かってないとダメです。ああ、じゃあ、はい、そっか、じゃあ日本の美容学校出て試験受けて合格している外国人だけ、はいはい、そうですね、しかも N2 の日本語能力を持ってる人っていうことになるので。じゃあ結構少ない感じですかね。結構と思いますけどね、はい、やはり相当、まあ、日本人の方でもね、あの美容師の免許はあの知る方もいらっしゃるっていうのは聞いてますので。あ、日本人の美容の職は奪わないぐらいの規模なんですね。そうですね、はい、うん、あの基本的にそういうレベルのものではないという、はい、あ、本当にちっちゃい規模のあれですね、はい、数十人から数、まあ数十人から100人とか、まあ、まあ本当に多分そんなレベルなんだろうなと、おそらくという、はい、そうだね、多分サロンさん側もなかなかあの難しいと思うんですよね、そんなにこう、あ、たくさん入れるのが、人材として給料ちゃんと払うんですもんね。そうです、そうです、やっぱりね、あの不安もあると思うので。あ、なるほど。多分いきなり全員その外国人の方にできるかって、多分それはなかなか佐野さんがもう無理だろうなと思いますので。本当に高い理念がないと雇わないですよね、はいはいはい、結局これあれですね、さっきも言ったように成果をどう測るかっていうのがね、難しいところですよね。おっしゃる通りですね、はい、まあ、何をもって発信してお金になるかっていう、はい、そこを測らないといけないわけですよね、はい、そうですね。だから逆に言うと、美容業界の方が本当これは頑張ってもらうような事業になるんですよね。サロンの方が頑張って5年間やっていただかないと、そもそも多分学んだ方も発信できるような美容技術を身につけないまま変えられちゃって、あ、でこう それを発信されちゃうと多分えっていうあ、なるほど、これがですかっていうなってしまうこともあると思うので、確かに、まあ、ものすごく5年間みっちりやっていただかないと本当に逆に自分たちにマイナスに跳ねくる可能性すらあるっていう、まあ、結構美容業界って修行が大変だって言いますから、そういう、ね、そういうひどい労働環境だとか発信されちゃったら、はい、逆強化になっちゃうところですね、はい、そう、本当におっしゃる通りだと思います。
思います。はい。なるほどね。はい。だから結構本当にこれは美容業界にとっては、はい、あのちゃんとやってるところがきちんと やり遂げないと、本当に自分たちにとってマイナスになるっていうことで。なるほど。じゃあこれ逆にちょっとすごいなっていうふうに思ってたんですけど。あ、逆にね。まあでも本当、じゃあちっちゃい規模でしかやらできないってことですね、結局。ね、おそらくそうなってしまうと思いますね。なかなかもうおっしゃられる通りすごい大変じゃないですか、アップのそういうのも。もう理念がない、高い理念がないと募集来ないですもんね、はいはい、でもしこれをそういうふうにねおっしゃられるっていうような、なんか懸念されるようなことやったら、もうそれこそ本当に美容業界がもう黒叩きに合うわけじゃないですか、もう世論の。あ、その移民制度だみたいな感じでやっちゃうと、まあ、美容業界、そうだったっていうふうに言われてしまうと思うので、うん、あ、美容業界のイメージが悪くなっちゃうってことですね。あ、なるほどね。あ、ベトナム人のね、あの留学生、あ、留学生ない、技能実習生のあの暴行の事件とかあったじゃないですか。あ、はいはいはい。あれもやっぱりね、その国際問題になりかねないんですよね、ああいうのって。ああ、なるほどね。うん。だからそういうのを発信されちゃう可能性もあるから、結構難しいっていうところですね。そうだ、本当にきっちりとしたところがきっちりとやるっていうふうにしていただかないと、これはもうダメですよということで、ものすごい制度としてはかなり厳しく縛ってる感じになります。まあ、そこまで、そこまでリスクを負って外国に発信する必要があるかどうかっていう問題も出てきちゃうんですね。まあ、そうですね。ただまああの結構あのおそらくネットとかでもね、結構日本の美容技術のレベルの高さっていうのはかなり評価されてる部分っていうのはあるのかなという、あのすごい丁寧さだとか、あ、なるほど、緻密さっていうのはなので、そこはすごくあの評価はされてるというのがあるので、それは確かにあのプラスにはなるのかなって気がしますね。逆に日本人のね美容師の方が外に行きやすくなるっていうのがあるのかもしれないと。ああ、なるほど。じゃあ、はい、結局成果、成果っていうか成功するかどうか、あの成功したかどうかっていうのは、まあもうふわってしたか、まあふわっとした感じで計測するんですね。発信してるよっていうところで、まあ、こんな内容を発信してますっていうのを拾うことはできると思うんですけど、じゃあそれが具体的にいくらっていうのはなかなかおっしゃられたようにふわっとした形でしか見えない事業なのかなというふうに思います。あ、10億円儲かったとか、はい、100億円効果があったとか、なかなかそういう、はい、出せないところですね、はい。そうです。逆にでもそういうふうにしてしまうと、多分ご懸念されているように、もう本当に金の話になっちゃうので、っていう、はいはい。ああ、なるほどね。ですよねっていう、はい。わかりました。どうもすみません。はい、すいません。はい、すいません。どうもすみませんでした。はい、ありがとうございました。はい、はい、じゃあ失礼します。はい、はい、失礼します。はい、失礼します。